皆さんこんばんは、ホルリリチャンネルです。今回はハリア PHEV に続きハイラックスピックアップトラックを購入しました。この5メーターを超えるワイルドな車を今後どう使っていくのか楽しみなところです。前々からハイエースを下取りにしてハイラックスに乗り換えようと思っていましたが、納期問題で諦めていました。トヨタ認定中古車も弾数が少なく、いつものディーラーさんの展示車を交渉しようと思いました。そしてディーラーさんに寄った時、交渉してみましたらあっさり OK の返事をいただきました。このハイラックスのグレードは Z で、販売店展示車なので可能なオプションは全て装備され、走行性能や安全装備も申し分なく充実しております。パノラミックビューモニターだけは最高グレードの GR スポーツ Z のみに装備されるみたいです。その代わりが補助確認装置です。このワイルドな車、ハイラックスのシンプルな内装、後席も3人乗車でき、足元も十分なほど広く、アームレストコンソールボックスはコンパクトで、中には ETC 車載機を搭載しています。パートタイム 4WD システムの切り替えスイッチ、外観の車体色はアティチュードブラックマイカ標準色です。この車体にはオフロード車としての見栄えをさらに強調する30万円を超える GR スタイリングキットが装備されております。この GR スポーツバーはあまりオフロード走行する機会がないと思うので取り外すことになると思います。これだけ大きいといろいろな用途がありますが、もちろんキャンプ道具などを積む用途なのでこんな使い方はいたしません。ですので納車後、ベッドライナーとトノカバーを装着します。トノカバーを装着すると高さのある荷物が積めなくなるので後席に積むことになりますが、まずはカップホルダー付きリアセンターアームレスト、そして6対4分割のチップアップリアシート、高さのある荷物はここに積むしかなくなるわけです。我が家の場合は大型クーラーボックスやストーブなどです。このシートアレンジで大容量の荷物が積めることになります。もちろん座っても十分にゆとりがあります。こんな感じのハイラックスなんですが、今回購入詳細がこれです。ハイエースをできるだけ高く下取ってもらい、ハイラックスもできるだけ安くしてもらいましたので、差額の100万円で購入することができました。今回も見ていただきありがとうございました。